アシェットの三浦もですね、早いもので、17号まで届いてまして、約5分の1が完了したと、配送終了ということなんですけれども、エンジンに限ってですね、作っていこうかなということなんですけれども、最近ちょっとサッシの方もよく読んでなかったので、 ま、今日は、あの、寝室から、あま、失礼しますということでですね。まあ、寝物語で、えー、まあこの、まあ冊子なんか読んでたんですけれども、やっぱりこの当時の、まあ、今もそうなのかもしれないんですけれども、まあ、こうツヤツヤ感が、まあ、すごいですよね。このヨーロッパ社って言うんですかね。で、まあ、今、あの、この三浦もですね、まあ、ボディを実はもう板金屋さんに、一旦塗装として出そうかなと、ま、思ってるので、 えーまあ、このボディ部に関してはまだまだ、まあ、組み立てずにいこうかなと、まあ、思ってるんですよ。で、えーまあ、60年代のまあヨーロッパ、小粋な、まあ、イタリアンっていうんですかね、えーあのーまあ、アメリカのメーカーなんですけども、あのデトマッソのマングスターですかね、なんかがまあ好きで、えー あの辺はプラモデルとかもあんまりまあないのでぜひ欲しいなとこの冊子を読みながらですねまあこの辺んかかっこいいですよねまあ思ってはまあいたんですけれどもまあとりあえず三浦の完成が先ということでですねまあ今回はですねエンジンのヘッドからですね まあ、プラグコードや、まあ、ディストリビューターまで、えーまあ、ついてるということですね、まあ、結構あの細かいところまでですね、まあ、再現されてまして、えーまあね、あのコンロットとか、まあ、ピストンとかもあるのかなっていうぐらいだったんですけれども、まあ、その辺は,は、まあ、省略されてるようなんですけれども、まあ、あエンジンフード開けてみて 開けたときに、その再現力、再現、えー、が、まあ、高いだろうなと。もうこのキャブレターなんかもですね、まあ、そのクオリティにはちょっと、まあ、驚いて、えー、まあ、しまったんですけれども、まあ、いよいよ、お、楽しみに、えー、なってきました。で、えー、まあ、今回、この組み立てに関しまして言えば、あまあ、出荷仕様にしようか。 それでもまあある程度のダメージがあるようにしようか、まあ、随分、まあ、悩んだんですけれどもまあとりあえずはあ出荷仕様からあちょっと走ったぐらいの、まあ、軽いダメージの三浦、まあ、にしたいなと思ってますであのー、エアフィルターですかね、えー、のカバーはとりあえず外して、えー 状態で、えー、行きたいなと、まあ、思ってるんですけれども、とりあえず、このカムカバーの、まあ、止め金ですね。えー、このビス、なんですけれども、これはあの、ゴールドに塗布しまして、えー、それと、ランボルギーニの、まあ、マークですね。えー、まあ、これも、ゴールドに塗りました。で、えー、まあ、このカムカバーの部分のあの、溝のところに、 ちょっとしたエナメルを流してですね、まぁ、あ、ちょっと黒っぽく、うん、まあ、したいな、ということなんですけれども、まぁ、あ、制作したときにですね、えまあ左右、うん、これ必ず間違えないように、えまあ、ちょっとその辺の配慮がね、あの少ない、まあ、タミヤさんのプラモナなんかの場合、左右間違えないように、あの左右のあの、はめ込みの形状とかも変えてるんですけども、その辺は一切ないので、まぁ、あ、その辺だけ、えーまあ 気をつけて、まあ、いけば、大丈夫なのかな、という感じなんですけれども。それと、あの、この、キャブレターの、あの、エア吸引器のところですね。あそこも一応、ゴールドを塗ってます。で、プラグコードも最初、青や赤かなんかに変えようかなと思ったんですけれども、まあ、それをしちゃうともう改造車になるので、この辺は、あったパーツ使ってます。で、先ほど言いました、カムカバーの上、ちょっと黒く塗ってですね、まあ、それっぽく、 呃、まあ、見せてるんですけれども、このエアーの吸引器のところはですね、まあ、使うかどうかもまだわかりません。一応、ゴールドを塗ったやつと、まあ、シルバー塗ってない状態ですね。えー、やってみたんですけれども、ひょっとしたら、ここに、あの、またあの、ラッパー状の、ーあの、アルミですね、えー、なんかを、まあ、加工して、まあ、つけるかも、まあ、知れないんで、まあ、その辺はまだちょっと、保留ということで、まあ、正式には、 取り付けてはないんですが、いつでも外せるようにはしてます。まあ、しかもこれ3つはもう今も全然付けてない状態ですね。で、えー、エアフィルターのカバーもですね、えー、一応組、組み付けたんですけれども、まあとりあえず取り付けはしてません。えー、まあ取り付けると、まあ、こうなるということなんですけど、これはまあ外してですね。 えー、行きたいなと。まあ、かっこいいですからね、あの、外した部分が。で、これ、やっぱ1、8分の1、随分大きいです。う、え、ん、ー、まあ、丸ボロの、まあ、この、タバコと大きさと比べてみてもわかると思うんですけれども、まあ、あの、次回ですね。また次、えー、トランスなんかがつくそうなんで、まあ、その辺またお楽しみ、えーえー、期待してください。